月のジャパンメディアの売り上げを発表していきたいなと思います。まずは売り上げ、次の売り上げがいくらだったでしょうか。新作いきましたよ。まだこれ出てないやつをお話ししていきましょう。高級ブランドのレザーリュックをイメージします。はい、本日はですね、9月のジャパンメディアの売り上げを発表していきたいなと思います。ということでこちらがですね、新作とかもいろいろ並んではいてるんですけど、まず最初はですね、売り上げの発表を毎月しておりますので見ていきたいなと思います。僕もね、毎回これ順位とか全く知らない状態で見てるので一緒に見ていきたいなと思います。はい、それではデータ見ていきたいなと思います。まずは売上、次の売上がいくらだったでしょうか。はい、出ました、こちらがですね、2023年の9月がですね、アプリとウェブの方両方合わせていただいて933万円ということになっておりました。本当に皆さんいつもありがとうございます。この中でもね、レビュー書いていただいた方とか後に一緒紹介したいなと思いますので、いろいろねご協力ありがとうございます。でこれに伴ってね、追加発注とかも結構かけさせていただいてますし、あとそれ以外にも新商とかも作ったりして、工場さんもね、皆さん喜んでいただいております。コンセプト通りね、日本の工場さんに、ちゃんとお金回せてるので、いい感じじゃないかなと思っておりますが、まあ順位の方をね見ていきたいなと思います。やっぱベースはね、順位結構みんな高いんですよ。だからなかなか超えられへん壁なんですけどもね、2023年9月、あ、ちょっとランキング落ちましたね。51位ということで、一郎ですね、一郎状態になっておりますけども、51位ということになっておりました。このままいくと今月やばいですよ。非常にやばい感じなんですけども、また見ていただければなと思います。まあ結構ね、寒くなったっていうことで、この辺に、まあ、僕は今着てるフリースの、カーキの新色なんかもありますし、それ以外にやったら出ました、満を持して登場、ブルーのパーカー。これよく見たらかなくんとかゴールドやからね、いい感じで仕上がったんじゃないかなと思います。そして後で出しますが、販売まだしてないけども完全防水のリュック、レザーリュックなんかもありますので、後で見ていきましょう。ではまずレビュー皆さん見ていきたいなと思います。まずシャツからいきましょう、こちらの方 S サイズをホワイトで購入していただきました。 171cm62kg でグレーの L サイズに続いて新色のホワイトの S サイズを購入させていただきましたということで、次発送日から翌日に届きましたとネックレスですね。早速つけてみましたが、留め具の部分が扱いにくい。ジャパンメディアの、インと留め具のリングが一緒なのと、リングが留め具の同様に縦についているので、留め具を開くとレバー等が開きにくい、慣れればいいのかもしれませんが、ぜひ改善をしていただきたいということでありがとうございます。ちなみに改善案として自分は留め具のリングを小さくすれば開きやすいかもということで、ここですよね、僕のも今これつけてるんですけども、この留め具のところですかね、ここがちょっと使いづらいというお声があってですね、ちょっともしね、他にもね、あ、そうそうそう、俺も思っててんという方がいらっしゃったらね、ぜひ教えてください。そういうお声あればあるほどね、工場さんとかにも投げやすいので、皆さんこういう風にちょっと困ってはったみたいですって言ったら、あ、じゃあ改善しましょうっていう話になりますので、ぜひぜひまた教えてください。次、これフリースですね、ポーラテックの生地で極力シンプルなデザインのフリースが欲しくて購入しましたと。 166cm53kg でブラックの M サイズを購入されたということで、ふわってみるとふわふわ感が心地よく、これから着ていくのが楽しみですというお声をいただいて、長着までとても早く迅速な対応ありがとうございましたというふうに言っていただきました。ありがとうございます。まあ、このフリースはね、結構皆さんね、生地がすごいっていうふうに言っていただけるんですけど、あんまり最近のフリースで生地をすごいって体感できるのって少ないじゃないですか。だから、これはね、ぜひ続けて頑張っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。次、コーデュラのブルゾンですね、本日届きました。いつもですが早い発送ありがたいですということで、今まで着ていたブルゾンは何だったのかと思わされてくるほど素晴らしい、完成度ですということで、何よりこの生地感が最高ですというお声をいただきました。こちらのブルゾンね、画像で見てるとね、ペラペラに見えるんやけどもね、実際されると結構肉厚なんですよ。その辺なんかもね、イベントとかね、またね、来年とか再来年とか大阪万博に向けて大阪でもやりたいなということで、2025年なんですけどね、大阪万博にちょっと便乗する感じで拓造万博大阪編みたいなもねやっていこうかなと思ってますので、楽しみにしててください。またね、ノベルティーかなんかも作っていけたらいいなと思って、喜んでね来ていただけたら嬉しいなと思ってます。次、ボディーバッグですね、61歳のおじさんですが、久しぶりにおお完璧とつぶやく声が出ましたということで、サイズ感、質感、イメージ通りでしたということでした。ありがとうございます。ボディバッグ大ですね、ボディバッグ探しましたが、これといって気に入ったものもなく、諦めてたところ YouTube で拓造さんが紹介していたボディバッグがめちゃくちゃ気に入り購入しましたと。商品説明もメリットだけではなくデメリットも積み隠さず話してくれたのがとても印象良かったですということで、ありがとうございます。まあ、どんな商品でもシーソーみたいなもんで、必ずメリットがあったらデメリット絶対あるので、それをね隠してやるっていうのはどうかなっていうことで、まあ、例えばフリースとかこれ一つにしてもね、やっぱ生地こだわるがゆえに、ね、コストがどうしても高くなってくるっていうのもあるし、例えばパーカー一つにしてもヘビー音素すぎてフードのとこ乾きづらいとかっていうのもあったりするので、それって絶対一長一短があるんですよね。やっぱいいっていうことは悪いところもどっかあるので、そういうところはね、まあ、きっちりお伝えできればなと思ってますが、たまに
言い忘れてたりしたら続いてください。お前デメリット言い忘れてるやないかって言ってないやないかっていうのもね、全然言ってくださいね。よろしくお願いします。次、ボディバッグ。ボディバッグ内に仕切りと隠しポケットがついてますと。レビューに勧めがなかったので期待しなかったんですが、すごく嬉しい誤算ですということで言っていただきました。ボディバッグの中にね、仕切りあるんやけども、それはまた買ってからのお楽しみにしようか。もう言わんでもいいか。すみません。じゃあ次、パーカーですね。素敵なブルーでしたと。気に入りましたということで、まあ、G パンとか、合わせてもいいやろうなということで、確かにこんな感じですよね。ブルーブルーで合わせていくっていうのも全然ありかなと思うんですけど、喜んでいただけてね、よかったなと思います。この方ね、今度黒パンも買いますと。で、黒のパーカーも買いますというふうに言っていただいて、満足していただけて嬉しいです。次がですね、180cm65kg でベージュの L を購入しましたと。で、ベージュの色味も理想通りで、これぞ14オンスの極上の手触りっていうふうに思っていただいたみたいで、嬉しいなと思います。ベージュもね、結構綺麗な色味で出せてるので、パーカーがね、このブルー、グレー、ベージュ、ブラックの4色なんやけど、一番人気あるのが意外とベージュなんですよ。普通グレーかなと思うけど、ベージュが一番人気あるので、もしね、なくなったらまた来年は作ろうと思ってますので、まあ、今シーズンもし欲しいと思ってはる方はね、見ていただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、レビュー皆さんの紹介させていただきました。で、じゃあ新作いきましょうよ。まだこれ出てないやつお話ししていきましょう。ちょこちょこね、コラムには書いてるんやけども、何なんかっていうと、こちらですね、このレザーのリュックあるじゃないですか。で、これイメージとしてはあくまで高級ブランドの、レザーリュックをイメージします。ただ高級ブランドのレザーリュックってどうしても雨の日とかシーン限られるじゃないですか。だけどこのレザーリュックはもうガシガシ使ってほしいってことで、防水の生地使ってるんですよ。なので雨の日でも使えるし、これしかもまた中見てもらったら分かるけども、革はもちろんレザーリュックで、中に関しては物が見やすいように、すいません、これ僕の私物入ってるけども、赤にしてるんですね。赤がこれ普通の赤と思うじゃないですか。なのでこれコーデュラの赤の生地、洋服用の生地使ってるんですよ。で、ここのメッシュも普通のメッシュだと思うじゃないですか。じゃないんですよ、これ洋服用のメッシュの硬いやつを使ってるんですよ。で、さらにもっと言うとね、この後ろにあるパソコンスリーブはね、これなんとポーラテックのフリース生地使ってるんですよ。これ洋服用ですよ。だから普通人の体ですら高くて使われへんブランド一般のに、なんとリュックに使うっていうね、ちょっと頭いってるんですよ、こんなことしてくるっていうのは。だから他のブランドさんがこれ見たら、マジで舐めてると思います。これどんだけ高いの使ってんのって、舐めてるんやんっていうぐらい、半分遊びみたいな感じで作ってますけどもね、そんな感じで作っておりますので、これはちょっと来年の春とか年明けぐらいに出せたらいいなと思って、今現時点では作っております。まあこんな感じで僕毎日使ってるんですけどもね、サンプルもね、4回ぐらい作って、で、まあ一応完成したかなっていうような感じで、まあ思ってますので、またコラムとか見ていただいて、随時ね、進捗情報今日とかは下の、商品ページから飛べるようになってるので、また見ていただければなというふうに思います。ということで本日はですね、2023年9月の売上発表をさせていただいたという動画になっております。今年中にはですね、12月ぐらいにはなんとかトップ10に入りたいと思ってますので、9終われたでしょ、あと10、11、12、3ヶ月しかないんですよ。今年あと3回しかチャンスない中で、頑張っていきたいなと思ってますので、だからって買えっていう話じゃないですよ。それは僕が、皆さんに喜んでもらえるようにしてれば数字がついてくると思っているので、頑張っていきたいなということで、皆さんにも温かく見守っていただきたいなと思います。ということで本日はですね、売上発表してみたいという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。